はい、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、こちら見ていきたいと思います。はい、2019年最初1月の新作のトミカたちですね。まずね、はい、こちら31番のシボレーコルベット ZR1、 これが今回通常版のね、黒色と、あとね、初回特別仕様オレンジ色がね、2種ね、ラインナップされておりまして、今回はね、色だけではなくね、金型とかも違ってくるものだと思います。どんな違いかね、非常に楽しみですね。で、もう一つが、こちら結構僕楽しみにしておりました、ナンバー91番のココ一番屋キッチンカー。おなじみのね、ココイチのカレー屋さんのキッチンカーということで、いいね、イラストからしてまずね、可愛いですね。実際にこの車両ちょっと見てみたいです。で、あとこちらディズニーモータースの DM14 のキュビットエイリアン。まあ、キッチンカーがね、可愛いついでにね、この可愛い車も行ってみたいと思います。で、あとは、はい、入れ替えで廃盤になってしまうトミカたち。はい、31番がトヨタ FJ クルーザーのパトロールカーと、91番のメルセデスベンツ SLS の AMG ですね。こちらの2車種。今回はね、こちらのね、6台のトミカをね、まずは見ていきたいと思います。さあ、それではね、早速ね、新しく発売されたね、トミカからね、順番にね、見ていきましょう。ではね、まず一番最初は31番のシボレーコルベットの ZR1 を行ってみたいと思います。まずはね、通常版からいきますね。まず一番最初なんでね、パッケージざっとね、こんな感じですね。新しいね、年が始まったんですが、まあパッケージに違いはね、特にはないですね。新しいね、トミカに貼られるシールが、今年2019年は銀ピカシールになってます。いいね。さあではね、早速ちょっと開けていきますが、前回の動画でですね、ちょっと買ってきたっていう動画を出したんですけども、そこでね、ちょっとね、ネタバレがコメント欄にありましてなんか袋が違うっていう噂、密閉されてるみたいな、なんかそんなことが書いてあったんで、まあファーストリアクションがちょっと薄くなっちゃうかもしれませんけど、ちょっと開けていきましょう。さあ、どんな感じになってんでしょうね。よいしょ。さあではね、いますね。密閉ってどういうことですかね。では出していきましょう。なんかパッと見は変わらないんですけど、あ、ほんまですね。すげえすげえすげえ、なんか食感みたい。なんか安っぽくなったと言ったらおかしいか。ね、きっちり密閉されてるんで、よくはなったのかな。え、これは後で見るこのキッチンカーも同じですかね。そしてこのディズニーモータースもそうなってるの？まあその辺もちょっと気にしながら、ちょっと今回はね、見ていきましょう。あー、でもシュッとこう、なんか僕あの感覚が好きだったんで、なんかちょっと僕は密閉にしてほしくなかったかな。まあいいやね、変わっちゃったものは仕方ないんで、まあこれだけだったらいいんですけど、僕は密閉反対派です。ではではでは、行きましょうか。ちょっとギリギリで切っとこうね、後で使うんで。よいしょ。さあ、ではなんかちょっと一つ工程が増えちゃいましたが、まずは1台目行きましょう。おお、いいね。いや、これもね、間違いないですね。ではね、くると行きますね。まずね、気になっていたボディカラーですが、黒色ではなくメタリックの黒色で、まあ、ダークメタリックというかガンメタのような感じですかね。で、形の方は、はい、こんな感じで、さすがトミカですね。今年もバッチリだと思います。造形しっかりと作られておりますね。で、ヘッドライトはゴージャスクリアーパーツが使用されておりまして、あとね、このままボンネットいきますが、はい、こんな感じで、いい感じの造形ですね。で、そのままね、側面いきましょう。はい、横から見てみるとね、このようになっておりまして、いいね、形かっこいいね。コルベット ZR1 渋い。お、斜めからもバッチリで、後ろ行きますね。はい、後ろから見てみるとこのようになっておりまして、お、テールレンズも、あ、一瞬クリアに見えましたが、これはシルバーの塗装ですけども、なんか結構いい感じのカラーで、若干クリア感がありますよね。で、リアスポイラーの方は、こちらは、あ、別パーツで作られてますね。ちょっと色的にはメタリック調ではないような感じですかね。なるほどなるほど、なかなかいい感じですね。で、反対側の側面、はい、こちら側はこのようになっておりまして、そのまま上行きましょう。はい、上から見るとこのようになっております。で、くるっとね、底の面、はい、そこはね、こんな感じになっていて、
で、そこのね、成型色もちょっとラメっぽいカラーになってますね。で、こちらの車のね、ギミックの方は、まずね、サスペンション機能と、あとはね、左右のドアのね、開閉機能もついております。ではね、この状態でもね、ぐるっと見ておきましょう。はい、こんな感じになっていて、内装はこのようになってますね。ハンドルは左ハンドル仕様ですね。いいね、かっこいいね。初回よりなんかもう僕的に好み的に通常版の方がなんか良さそうな感じもしないことはないですね。まあでもまだ見てないんでね、ちょっとね、続いてこちらを開けてね、じっくりとね比べていきましょう。さあではね、続いて初回特別仕様ですね。ではでは行きます。さあこちらは袋はどうなってんのかな。これも密閉されてるのかな。さあさあどうでしょうか。よいしょ。それでは開けていきましょう。よし。さあどんな感じかなと。おお、密閉タイプこれ今年入りますよ、密閉タイプねさあさあさあ、ではね、出していきます。あ、こっちには福袋の紙入ってた。なんしょこで、袋はね、密閉タイプなので、よいしょと。トミカは前から脱走主義なので、こちらの面をギリギリでカットしておきましょう。えいさあではね、初回特別仕様はどうなってるんでしょうか。じっくりと見ていきましょう。はい、いいね。とりあえずなんていうか、カラーはまずね、オレンジのメタリックですね。まあ、結構濃いめのオレンジですね。深いですね、色がね。で、フロント部分の形はこのようになっておりまして、ちょっと通常版と見比べながらいきますか。はい、こんな感じですね。グリル周りやバンパーのところとかの形は同じですね。で、ボンネットの部分はこうなっておりまして、まあ、全体的にオレンジなんですけども、真ん中の部分はここは似たようなカラーかな。ガンメタっぽい感じですね。で、側面行きまして、はい、こんな感じになっていて、ホイールは同じものが使用されてますが、まあ、金型が全然違いますね。オープンカー仕様になっているので、後ろの部分はないですね。フロントガラスのみになってます、上の部分。で、それ以外のところの形は全く同じと。で、続いて後ろ側いきますね。はい、リア周りはこのような感じになってて、テールレンズの塗装のシルバーは同じカラーだと思います。で、リアスポイラーはね、通常版はね、先ほども言った通り別パースでちょっとね、柔らかい素材でできてたんですが、初回特別仕様のリアスポイラーはね、ボディと一体成形になっているような感じですね。まあ、なので、塗装の質感とかも結構高めかなと、こんな感じですね。で、反対側の側面は比べてみるとこうなっていて、まあまあ違いは先ほどの面と同じような感じですかね。で、続いて上から見ていきましょう。まあ、ここは通常版いらないですね。はい、全体的にこのようになっておりまして、オープンカーなんで内装の座席など、あとね、ダッシュボード周りよくね、パーツの形などが確認できますが、いいね。今回もなかなかやっぱね、中が見える部分だけあって、しっかりと作り込まれているような印象ですね。で、底の部分はぐるっと、はい、こちらはこのようになっておりまして、あ、ベースのシャーシ自体の形は全くね、同じものになっております。で、こちらのね、車両のギミックはサスペンション機能のみがね、ついてますね。はい、ということで、まずはシボレーコルベットの ZR1 の通常版と初回版を見ていきましょうか。まあこちらはね、ほんと普通にどちらもね、揃えておきたいところですね。まあ、これだけね、全然ね、違うタイプのね、車になってくるんで、まあ当然なんですけども、人気は出るとは思います。そして、ネットとかでもね、やっぱ価格がね、すぐに高くなっちゃうと思うんで、まあこれはね、早めにぜひね、お店の方に行って、初回特別仕様だけでもね、手に入れておいてください。ではではね、次のトミカね、行ってみたいと思います。ではでは続きまして、はい、こちら。僕が結構気にしておりました、ここ一番屋キッチンカー、こちら見ていきたいと思います。はい、このトミカのね、箱は大きめのね、タイプのものになってますね。で、ココイチとね、ちょねコラボになるんで、上にね、ここ一番屋のロゴもしっかりと大きく書いてますね。さあ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 、ではではね、どんな感じの仕上がりなのかね、見ていきましょう。そして気になるね、中の袋の感じもね、どうなっているんで
でしょうか。ではでは開けていきますか。どうなっているのかなと。お、ん？こっちは？こっちは普通か？どうなんだい？ん？ん？あ、密閉じゃない。あ、なんか嬉しい。なんだこれ。袋で嬉しいの初めてですけど、なんとなくホッとしました。うん。なんでしょうこのホット感。さあ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 、そんなこと言ってられません。ミニカーの方見ていきましょう。ミニカーって言っちゃった。トミカですね。ではでは行きますが、てかやっぱいいね、かわいいっすね。いや待ってた甲斐あります。ではね、全体的に見ていきますね。まずフロント部分はこのようになっておりますね。まあ、なんといってもこのまず気になるのがこのカラーですよね。もうカレー色でいいのかな。まあオレンジなんですけど、カレー色です。はい。で、車体自体なんですが、ヘッドライトは結構豪華ですね。クリアーパーツを使用されておりまして、で、バンパーの部分、こちらはねプラスチックのような素材でできてますね。ダイキャスト製ではないです。別パーツですね。上の部分は、はい、ここはねダイキャストですね。で、このね上の部分ですね、ここにはここ一番屋のロゴがしっかりとプリントされております。で、そのままね側面いきますが、はい、なんといってもねこの横の面がまあこれがいいね。可愛いです。ずっと見てられますね。はい、後ろのねところもしっかりとここ一番屋と書いてて、もう美味しそうなねカレー、これはカツカレーですか。いいね、大きくね絵が描いてます。ただここの部分はこれがね、こことここがシールなんですよ。で、この上の部分、この部分だけが直接のプリントになってますね。まあどうせならちょっと全部プリントにしてほしかったなみたいな、そんな感じに思うのは僕だけでしょうか。で、続いてね後ろ側行きましょう。はい、後ろから見るとこうなっておりまして、はい、ここもカレーのね写真があるんですけども、全体的にはこの面もねシールになってますね。まあ美味しそうなんでありです。はい。で、反対側の側面、はい、こちらもこのようになっておりまして、まあもちろんこちらにもカレーの写真があります。で、上から見てみると、はい、この面はねシンプルな感じですね。で、そのままくるっと側面、はい、こちらはこんな感じで、ベースの車両はナンバー97番の2009年にね作られた分ですね。トヨタのタウンエースとなっております。で、こちらの車両ね、ギミックの方はサスペンション機能と、あとはここのね窓の部分が開閉できるようになってるんですね。はい、開けてみるとねこんな感じですね。あ、中にもちょっとなんか風景的なシールが欲しかったかな、それかあの窓のね色とかちょっとつけて欲しかったかなと、そんな感じには思いますね。まあまあその辺はちょっと自分でカスタムしてみるのも面白いかもしれません。ということでね、3つ目の車両はこれなかなかいい感じで可愛かったですね。ここ一番屋のキッチンカーでした。いや、まあ去年ね、あの僕が大好きだった移動販売車のね、あのケバブのトラックがねなくなっちゃったんで、なんか入れ替えでこの子が登場したみたいな感じでね、いや、これは個人的には結構嬉しいです。ではね、次のトミカ行ってみたいと思います。さあ、では続きまして、はい、可愛いつながりでディズニーモータースの DM14 キュビットエイリアン見ていきましょう。はい、まずね、パッケージはディズニーモータースはね、いつもここはね実際の車両の写真になってますね。こちらが斜め正面からで、こちらが斜めの後ろからの写真になってます。で、こちらにはねトイストーリーでおなじみのエイリアンのねイラストも描かれてますね。さあ、ではどんな感じなのかね、まあ大体写真でわかるんですけど、こちらもね見ていきましょう。手に取ってみるとね、またまたこれ多分可愛さがね伝わると思うので、ではでは行きますね。あ、結構小さいのかな、奥の方にいて。さあ、手を出していきますね。あ、小さ小さ、びっくりした今。めちゃめちゃ小さいけどめっちゃ可愛いねこれ。おーおー、ありだわこれ。ブサイク。あ、で、忘れてましたね、袋はあのいつものおなじみの通常のタイプです。ちょっと直しておきましょう。よいしょ。
さあさあ、ではね、トミカの方見ていきますが、エイリアン自体ね、非常に可愛いんですけども、トミカはね、正直この正面の顔はいや怖いし、まあブサイクって言ったらなんかねダメなんですけど、まあ面白いですよね。めちゃくちゃ面白い顔になってますね。いいねいいね。もうエイリアンっぽさは出てるんですが、なんか違う感、これじゃない感みたいなものがありませんかね。僕だけですかね。でミラーの部分ですが、こちらははい、エイリアンのね耳の形になっておりますね。ただこれね、いつもは柔らかい系なんですけども、これは結構固めのプラスチックの素材でできてます。で頭のね、このエイリアンこれ何ですか、アンテナなんですかね。その部分もルーフの部分にね再現されてますね。で側面いきましょう。はい、横から見るとねこのようになっておりまして、この車のね本当にね全長めちゃめちゃ短いんですよ。さっきのココイチのカレー屋さんのねこれいたしましょう。これとね比べてみてもね、はい、こんな感じです。わかりますかね。上に乗せるとわかりやすいかな。はい、わかります、この短さこの短さ、これもうツムツム状態、はい、ツムツム状態、めっちゃ可愛いこのコンビ今回ちょっとありかな、これ。おーおー、なんか趣旨変わってきますが、すげえやばいなこれこれちょっと僕的にプチおすすめですね、この組み合わせね。ちょっとやってみてください。で車体の方に戻りますが、本当に短いです。でホイールはまあ形はねおなじみなんですけども、青色に塗られてて、タイヤの部分はね紫色ですね。エイリアンにね合わせたカラーになっております。で内装はね黄緑色になってて、この車左ハンドルですね。いいねいいね。で後ろ行きましょう。はい、後ろ側はこんな感じで、まあスペアタイヤのところにはディズニーモーターズのマークですね、ミッキーのマークで、上のリアガラスの部分がこれがね惑星のような感じのデザインになっております。クリアパーツも使われてて、なかなかいい仕様ですね、可愛いですね。で反対側の側面は、はい、こちらはねこんな感じになっておりまして、そのまま上行きましょう。はい、上から見るとこんな感じになっていて、くるっと底の面、はい、底はねこんなようになっております。でこの車両ね、ギミックの方はサスペンション機能がついてますね。ちょっと押しにくいこんな感じです。はい、ということで、いやなんか本当に思ってた以上に可愛いというか、なんか面白い車両になっておりました。4代目はねディズニーモーターズのキュビットエイリアンでした。いいね、エジカラーはめちゃめちゃありますね。でもなんか顔がこれじゃないかみたいなのがすごい。いやでも本当にいい車両になってました。ではではね、次のトミカ行ってみたいと思います。では続きましては、はい、こちら行きましょうね。新作のねトミカが発売されることによりまして、入れ替えでね今回廃盤になってしまうトミカたちです。まあ非常にね残念、別れ惜しいですが、もしねこの動画を見てね気になった方は今なら買えるんでね、ちょっとねお早めにね手に入れてくださいね。ではまずね31番がトヨタ FJ クルーザーのパトロールカー。まあまあどんないいトミカでもいつかは廃盤になる時が来る。それが今回はこちらですね。はい、まず1台目。はい、このトミカもねやっぱパトロールカーですね。なんだかんだ言って結構人気がある車両になってくると思います。横にはちゃんと警視庁の文字が書いてあって、作り的にはなかなかしっかりとしてますね。で屋根のねルーフの部分の構造もこのような感じになってるんで、なかなか特殊なトミカなんですが、まあ、本当にいい車両になってると思うんで、ぜひぜひこれはこの機会にね持っていない方はね買ってみてください。お店によっては結構本当300円ちょいぐらいで買えちゃうんで、ぜひお早めに。で続いて、はい、こちらですね。これもね廃盤になるのすごく残念です。91番のメルセデスベンツの SLS の AMG ですね、アーマーゲーです。さあではね、こちらもね出してみていきましょう。よいしょ、つるんとポン。はい、このトミカも本当に素晴らしいトミカですね。まあ色違いでトミカショップのオリジナルバージョンの金色のやつもね出てるんですが、まあ原型はねこちらです。非常にかっこいい。まあ、今回これがね廃盤になってしまうことで、まあ、SLS がね手に入るのはねトミカショップのみになっちゃうんですけども、まあ、トミカショップのねやつもなんかひょっとすると廃盤になるかもしれないっていうね、まあ、あくまでもね噂なんですが、そんな話も、ね、聞い
たので、まあ、この車はね、まあ、さっきのね FJ クルーザーもそうなんですけど、もう価値は、うん、結構出てくるものだと思います。なので本当ね、お早めにね手に入れてください。ちなみにここ、こんな感じのよいしょギミックにねなっておりまして、この姿はなかなかかっこいいですよね。でもう一つねあるんですけども、まあトミカにはね珍しくサイドミラーがねこんな感じでついてるタイプなんで、気になった方はぜひねお早めに手に入れておいてください。はい、ということでですね、今回は2019年、まあすでにね元旦にちょっといろんな特殊なトミカとかね発売されてるんですが、まあ今回ね第3土曜日やっとこうなんか本格的にトミカがね始動したような感じで、まずね最初はねこちらを紹介させていただきましたが、さ皆様ねいかがだったでしょうか。いやまあ本当まあ僕的にはねココ1万円カレーが非常にやっぱ可愛かったかなと。でコルベットの ZR1 はねまあまあまあ無難ですよね無難っていう表現もおかしいんですけど、まあ通常版とね初回版はね金型違って色も違って、まあ特に初回版は本当にこのパターンは絶対人気出るんで、まあ人気出るっていうかね、ちょっと転売屋さんが数いっぱい買っちゃうんで、まあそちらの方に負けないように本当にぜひ皆さんにお早めにね店頭でね手に入れてくださいね。まああと結構僕の中でダークホースだったのはディズニーモータースのこのキュビットエリアですね。これめっちゃ良かったなんだかんだでいろんな意味を含めてめっちゃ良かったです。なのでこれも今回かなりおすすめのトミカになってきますので、気になった方はねついでというか、まあ、ちょっとディズニーモータースなんで高めなんですけども、まあ、たまには買ってみてください。で廃盤は最後にね紹介しましたが、こちらの2台もね本当ねかっこいい車両なんで、なくなってしまう前にお早めにといったところですかね。であとは、まあ、今回このトミカ紹介させていただきましたが、他にもね同時にトミカプレミアムや、あとトミカ 4D の NSX ですね、あとはトミカギフトで工事現場セットもねあるんで、そちらはね順番に紹介していきますんで、ぜひね楽しみに待っていてください。はい、ということで今回はねこの辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってますんでね、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。